じゃあそれがなんでその全部ついたら後手がいいのってことになるんですけど、そのなぜっていうのを AI は教えてくれないんですよ、今。現在の将棋 AI は、なぜっていう問いには答えてくれないんですね。評価値だけ出す。これは難点です。で、じゃあこれなんでかってことは自分で考えなきゃいけないんですけども、それが研究ですね、要するに。そのなんでかってことを考えていくっていう。皆さんこんにちは。棋士の渡辺明です。トベチャンネルなんですけども、今回ちょっとそのチャンネルをですね、私はお借りしまして、ちょっと序盤のですね、定石講座を行っていきたいと思います。トベさんは出てきません。まあ、戸辺さんとこう講座をやるとですね、どうしても話が面白い方向に行ってしまうので、今回はちょっと一人でということで、まあこれ全然戸辺さんに頼まれたわけじゃないんですけど、ちょっと自分から、僕はチャンネル持ってないんで、ちょっとチャンネル貸してくんないっていうことを言いまして、で、こういう講座やりたいんだけど、でも戸辺さんはいらないよっていうことをちょっとやりまして、今日一人で、講座を取っております。まあなんでこういうことをやるかというとですね、まあ、なんだろう、まあ、ちょっとタイトル戦が全部終わって時間ができたっていうのがまずありまして、あとはですね、この、プロ棋士が序盤戦をですね、どのように考えてるか、どのように研究してるかっていうのを、こう、紹介するっていう、まあ、それがどれぐらい需要があるのかなっていうのはちょっと知りたいっていうのが、大きな目的なんですけども、こういったですね、序盤の講座、まあ難しいと思います、内容的には。アマ、有段者、アマ、高段者向けですかね。なので、難しいと思いますし、あと、面白くないと思います。ただ、講座、解説するだけなので、面白くないと思うんですけども、まあちょっとそういったものはですね、どれぐらい、需要があるのかなってことを知りたかったので、今回これを、お送りしたいと思います。まあ、結構長い時間になるかもしれないんですけども、内容的にも難しいと思うんですが、お付き合いできるところまで見ていただければと思います。それでは、始めていきたいと思います。はい、今回はですね、アイアグラ戦のちょっと序盤について解説していきたいと思うんですけども、これま、今期の名人戦の、第3局でですね、私後手番を持って指した将棋で、まあ、ここで1オフ手ついたんですけども、まあ、これはまあ、ちょっと工夫というか、まあ、このタイミングでつくの非常に珍しい手なんで、それがですね、どうしてここで一応つくっていう考え方になったのかっていうあたりの、こう、まあ、経緯っていうか、そういうことをちょっと解説していきたいと思います。まあ、この図はですね、今の現代矢倉では割とよく出てくる、局面でして、まあ、手番は後手なんですけども、まあ、一見こう何の変哲もない序盤に見えるんですが、まあ、ここ実は結構後手にとって大事な分岐点です。でして、次にどの手を指すか、っていうので、結構この将棋の骨格が、変わってくるんですね。まあ、考えられる手としては、まあ、矢倉囲いを進めたいので、4三金右や、3一角、5四歩っていうあたりが、まあ、パッと浮かぶと思うんですけども、まあ、これ、どの手も、こう、一長一短ありまして、こう、完璧な手っていうのは、この局面ではなかなかないんですよね。まあ、一つずつ解説していきますと、まあ、3一角と引く手、は、矢倉囲いをこう、進める手なんですけども、これに対しては、4六歩と先手は、つきまして、4三金右、3七桂、まあ、8五歩、6六銀と、まあ、急戦で先手は行くんですね。で、このような時に、角はですね、3一よりも2二の方が、この、先手の角とこう、ラインを合わせた方が受けやすいんですね。プロの実戦でも、こう、3一角と引いた後に、2二角と戻るような、実戦がありましたので、そうするとこの動きは2手損することになって、非常にその2手っていうのは大きいので、まあ3一角と引く手は、この急戦に対してちょっと弱くなるというまあデメリットがあります。じゃあまあ次に4三金右と上がる手なんですけども、これは角がここに残ってるので急戦に対しては強いんですが、先手が7九角から持久戦にしてきたときに、3一角、6六歩、5四歩、3七銀。まあ、6四角のような形。で、持久戦になった時にですね、こう角が向かい合う形になりがちなんですけども、この時に金が4三金右っていうのはちょっと形を決めすぎてる意味がありまして、まあ、このような感じになっていくんですけども、後手としては、金が下の方が、
例えば4二金と寄ったりですとか、5三銀から4二銀右、4三銀とこう銀矢倉の形に組んだりとか、まあいろいろ手が広いんですよね。あと場合によってはこう7三桂8一飛車からこう4一飛車と回るような含みもありまして、まあ、4三金右と上がってしまうとちょっと形を決めすぎてしまうというか、形がもう後手が選べる形が少なくなってしまうんです。まあもちろんそれも一局なんですけども。その次の候補手としては、まあ、5四歩と突く手なんですが、ここを突くと基本的に歩がぶつかりやすくなってですね、先手が急戦に出やすくなるんですね、このような形になりまして。でこの歩が下ならば、6六銀と出られても目標物がないんで、後手としてはそんな攻められるのは怖くないんですね。これで5五歩と突かれてもまあ何事も起きないので。なので5四歩と突くともう先手の急戦を覚悟しなくてはいけないということなんですね。で、他にはですね、この辺りの手がじゃあ、もし一長一短だとすると、じゃあこっち側を動かすのはどうかってことなんですが、まあ、8五歩と突きますと、こう突くと、先ほどの持久戦になった時に、このような形になりまして、これは脇システムと呼ばれる形なんですけども、まあ、ほとんど後手としてはもうこれを受けるしかなくなるんですね。で、8五歩と突いてしまうと、もう7三銀と上がる形にほとんどなって、その戦後同桂を受けなくてはいけないということになります。この歩が下だと、7三桂と跳ねていく含みがあるので、まあ、ちょっと手広いということがあります。じゃあ他にまあ7三桂と跳ねる手もあるんですが、これもやはり先ほどの持久戦にこうなった時にですね、このような形になった時に、ちょっと形を決めすぎてる意味がありまして、7三角と引くスペースがないんですね。具体的には、後にこのような形になった時に、ここの先手からいつでもこう6五歩同桂6六銀という手筋があるんで、この次5三銀と上がれないんですよね。こう5三銀と上がってしまうと、6五歩同桂6六銀の手筋があるんで、これ桂が下であれば銀が上がれるんですけども、そのついても下がればいいという。なんで、これ、桂上がってしまうと、この角覗いた後、ちょっと困るんですよね、この銀の使い方に。っていう、まあ、デメリットがありまして。なので、この図はですね、後手はどれを指しても結構一長一短なんですが、まあ、5四歩と突いた場合の急戦策ちょっと見ていきましょうか。5四歩と突いた場合ですけども、まあ、先手がこう、急戦に行って、この辺りの手順は、どのような順番で指してもそんなには違わないんですけども、この図になりまして、先手はここから5五歩と攻めていきます。で、同じく歩。ここでまあ同じく銀と取りますと、5四歩と打たれて銀が下がるしかないんで、これも一局なんですが、ただの一歩交換になるので、5五歩同歩には4五歩と行くのが攻めの形になります。で、同じく歩。5五銀。5四歩。ここで、先手は6六銀と下がってしまうと、ちょっと攻めとしては失敗なので、4四歩と打つのが形になりますね。これに対して後手5五歩と銀を取ると4三歩成と金を取られまして、この金2枚どっちかがこの銀と変われば、先手の攻めは成功にという考え方になります。この先手の銀がですね、この金どっちかと交換になれば、先手はそういうのを目指しているんですね。なので4四歩に対しては、4二金と下がってしまうと5四銀と出られて、その狙いが達成されてしまうので、5三金と寄る一手になりまして、先手はここで6六銀と下がるとこの歩取られてしまうので、4五桂と跳ねていきます。このあたりは、まあ、一手一手の手をですね、解説し始めるとちょっと終わらないので、まあもう定石を並べるだけに留めますけども、まあそういう定石なんだという感じに思っていただければと思います。で、以下5五歩。同じ区画。6四銀。7七角。5五歩。3三桂成。同じく桂馬。3五歩。で、4四金。3四歩。このあたりの手順は、プロの将棋でも前例があるところで、まあ、定石ですね。で、3五歩、同じく金、
お互いこれしかないみたいな手順に近いかもしれないですね。で、2四歩同歩、6八角と金取りに当てまして、で、4六歩、2四飛車、2三歩、4四飛車と。まあ、王手で回りまして、ここに歩がいるので、歩は打てないんですけども、で、4二金と受けて、まあ、ここで先手は2二歩と打って攻めの継続を図るんですが、で、これで、まあ、先手よしっていうのが定石なんですよね。で、この後、まあ、例えば5三銀上がるとかですと、2一歩成、4四銀。で、この角を取って、7一角が決定打になって先手が勝ちます。2二歩に対しては、5三銀引くっていうのが強敵なんですけども、これもし2一歩成ならば、4四銀。3一と同玉で、今度は7一角がないので、先ほどこうだったんですが、7一角がないので、この場合は後手よしになります。ただ、ここで5三銀引きに対して、4二飛車成というのが好手で、これに対して同玉は2一歩成で角が取れるので先手よし。同じく銀と取るのも2一歩成で角が取れるので先手よしになります。同角と取れば、2一歩成が角に当たんないんですけども、今度4三銀と打つ手が厳しくなりまして、これこの辺の金、銀とかのちょっと四角をついてる感じの銀打ちで、飛車が止まってるので、次に5二金や、まあ5四歩や3四歩があって、攻めと飛車繋がって先手よしになります。で、この4二飛車成同玉、2一歩成の変化の時に、まあ、これ先手よしなんですけども、まあ、もし1四歩がついてあったら、1三角と逃げれるので、これは逆に後手が良くなるんですね。なので、この1四歩をまあ、もちろん、今ついたって無視されちゃうんで、もっと早い段階で1四歩が入ってれば違うんじゃないかなっていうのが、この今回の名人戦第3局で序盤で1四歩っていうついた、まあ、大枠の意味なんですけども、まあ、ちょっと局面をじゃあ戻していきたいと思います。はい、5五歩と仕掛けた場面まで戻したんですけども、まあ、今後手がですね、もし1四歩ついてあったら、この定石後手が良くなるって話したんですけども、当然この手番、後手先手って変わんないんで、1四歩を後手が丸々いって得するってことはありえないんですね。だから1四歩後手が入ってれば、先手が例えば1六歩あるいは9六歩あたりと、いわゆる8歩の交換をしてくれないといけないんですが、まあ、今先手が5五歩とついて、今のこうガーって並べたこの大定石が始まったんですけども、まあ、この5五歩ともうぶつかっちゃったら、1四歩とついてももう受けてくれないわけですよね。こう1六歩とつくよりも、先手としては5四歩と取り込むなり、4五歩とついた方が価値が高いんで、当然この1四歩は相手にしてくれないんですね。だからもっともっと戻さなきゃいけないんですね。で、それがですね、冒頭の、まあ、テーマ図になりまして、ここで後手の手がどれも一長一短っていう話をしたんですけども、それで、ここで一長二ついたのは、まあ、これで、ここでそうですね、一長二つくっていうのがなんかま、成立する例外、ちょっと例外的な局面だったんですよね、これが。っていうのがちょっと発見だったっていうことですよね。で、これに対して先手がですね、この歩を無視して、例えばなんか駒組みをこう、中央の端以外の手をこう、有効に進める手があると、この一長二を監守。いわゆるこう緩い手っていうことになってしまうんですけども、ただこれ先ほど後手がちょっとどれも一長一短みたいな話したんですが、実は先手の方もですね、同様のことが言えまして、まあ今先手の陣形ってこう急戦と6六銀から角をこのラインで使っていく急戦策と7九角と下がって持久戦にする形、今これ両方できるんですよ。今この形は両方選べるいい形なんですけど、先手がじゃあ次もう一手指しなさいって言われたら、まあ普通、例えば6六歩とか浮かぶと思うんですけど、これつくとまず急戦ができなくなりますよね。この銀が上がるスペースがなくなるんで。で、他に7九角と下がる。これをやると、急戦がやっぱできなくなるんです。もう、角このラインで使う持久戦策のみになります。で、他に、例えば4六歩とつくと、これは角が下がった後、4六に角が出れないので、もう4六歩とつくと、先手はもう急戦にほぼ限定されちゃうんですね。で、3七桂も同様で、これも7九角と引いた後、
この桂がちょっと使いづらくなりますね。7九角と引いた後はですね、3七銀と上がっていくのが攻めの形なので。まあ、従いまして、先手もここで次、じゃあもう一手指せと言われると、その持久戦か急戦かどっちか決めなくてはいけないんですね。なので、1四歩に対して、この辺の中央の手を急ぐっていうのは、結構それはそれで大変なので、ここで1四歩が入るっていうのはちょっと例外的な、局面なんですよね。で、こう、矢倉戦において、ここで端歩を突くっていう手は、まあ、今の感覚からするとちょっと早いっていうのが今のこの感覚なんですよね。まあ、それなんでかというと、矢倉囲いに端歩を突くなっていう格言があるんですけども、ここあんまり早く突くとですね、こう、棒銀できた時に、1五歩同歩同銀みたいな、棒銀できた時にちょっと受けづらくなるよっていうのが、まあ、私が、1984年生まれなんですけども、で、1990年ぐらいの将棋を覚えまして、その頃はそういう習い方をしてました。端歩は早めに突くなっていう、矢倉囲いで。なので、矢倉で端歩を突くなんてのは考えたこともなかったし、子供の頃は。っていうのが1990年ぐらいですよね。で、ただこの、矢倉戦で端歩を突くっていうのは、1960年代、とかは割と普通に主流だったんですね。このお互いの発祥を突くっていうのはですね。まあ、中原先生や米長先生、加藤先生といった、まあ、先生方がこう、矢倉戦をもう戦われ、タイトル戦とかで戦われてた時代ですけども、割とこう、早めに発祥を突くっていうのはまあ、当たり前とか主流だったんですけども、で、その後ですね、まあ、80年代ぐらいからですかね、矢倉戦は、この飛車先の歩をですね、突かないっていう飛車先、歩突き矢倉っていうのが、流行り始めまして、この飛車先歩突きで3七銀と上がる、いわゆる3七銀戦法。あと、こう、森下システムですよね。これ6八角と、この辺何もやんないで、6八角7九玉と、とりあえず王様を囲ってから指すっていう森下システムですね。これが、80年代以降、まあ90年、2000年、っていうところは、この矢倉の二大戦法ですね。この3七銀と6八角、二大戦法になりまして、だからもう発祝の交換が入ることはほぼなくなってったんですね。その1980年代からにかけて、発祝の交換が序盤で入ることっていうのはほぼなくなっていて、まあ、その今の二大戦法がこう流行ってるっていうのがですね、2010年ぐらいまでは少なくともその2つの戦法かなり指されていて、その後ですね、こう先手のこの飛車先歩突き矢倉っていうのが、ちょっと疑問視されるようになったんですね。2010年を過ぎてからなんですけど、2010年過ぎてから、先手がこの飛車先を突かないと、後手が早めにこう急戦を、なんかこう急戦してきたときに、ちょっとそれがうるさいよってことが分かってきたんですね。まあ、うるさいっていうのは攻めが、後手の攻めが有力ですよってことが分かってきて、なのでこのそうですね、4、5年ぐらいの相矢倉っていうのは、先手がすごい早く2五歩を決めるのが当たり前になってきて、こう2五歩って決めて、もし3三銀と上がったら角が止まるんで急戦がしづらくなるし、まあ、ここを受けなければ2四歩と変えるし、まあ、3三角と上がると、こう7九角から角を交換する含みがあったりして、まあ、2五歩だから今早めに突くんですよね。で、現代の矢倉、まあ、テーマ図、これが冒頭のテーマ図なんですけども、当たり前のように今2五歩先に突くんですけども、まあ、それで、で、最近この2、3年ぐらいですかね、まあ、ここでじゃあ1四歩って端歩を突くっていう、でも割とちらほら、先手が例えば9六ついたりとか、こういってもちらほら見られるようになって、まあそれはやっぱり AI の影響だと思うんですけども、その矢倉囲いに発祥をつくなってずっと言われてたのが、その AI が入ってきたことで、じゃあこれが具体的にどれぐらい悪いとか、いや別に悪くないとか、そういうことがまあ数値化されて分かるようになってきたっていうところですよね。で、なので今は結構この辺で発祥をつくっていうのもまあ普通かなっていうところがあるんですけども、で、実践、ここで名人戦第3局の話戻るんですけども、ここまでだいたい10、もうすぐ20分ぐらい解説してきたんですが、まあ多分、ほとんどの方はもう脱落されてると思いますが、あと半分、まあ半分も過ぎてると思うんですけども、もうちょっと、続けていきたいと思います。まあ、で、そういう、まあ、ことがありまして、
ここでまあ1四歩とついたと。で、まあ先手も一長一短なんで9六歩とまあ受けたんですよね。これは割と、プロの第一感かもしれないですね。その、先手も次の一手をちょっと保留したいっていうことがあるんで、その1四歩に対して、9六歩と1六歩、じゃあどっちが価値が高いって言ったら、こっちの方が自分の王様なんで価値が高いわけですよ。パッと見は。なので、まあ、9六歩つくのは自然なんですね。で、まあ、これで、実戦はですね、その9四歩と、まあ、受けて、まあ、1六歩。で、こっから、さっき解説した、こう、いわゆる5五歩からの大定石に戻っていくんですけども、で、これに戻って合流しまして、で、その、名人戦第3局は同銀と取って5四歩、6六銀という、まあ、穏やかな展開だったんですが、じゃあ5五歩、同歩、4五歩といった場合どうなるのかっていうことなんですけども、4五同じく歩、5五銀。まあ、部分的には一緒です。さっきの、この、仕掛けから30手ぐらい続く大定石に入りまして、まあ一緒なんですが、これ全くさっきとやってること一緒で、このじゃあハッシュが今2つ入ったんですけど、それがどう違うのかっていうことなんですが、はい、これまあ部分的に全く同じこのことを進めてきたんですけども、まあここでじゃあ4二銀とやった場合どう違うかってことなんですけども、もともとここハッシュなかったところから始まってるんですが、じゃあここのまず局面を AI はどう言うかっていうのをまずもちろん調べるんですけど、まあ、AI は先手がいいって言うんですよね。この局面。さっき言った2二歩と垂らして先手がいいって言います。で、じゃあ1四歩ついてあったらどうなのっていう話なんですけど、で、1四歩とまあ9六歩が変わるんですよね。9六歩が変わったとして、じゃあこの局面どうなのって調べます。そうすると、さっきよりは後手がいいよ。さっきこれよりは後手がマシだよってことを AI は言うんですよね。はい。で、ハッシュって、まあ、これ今、0-0 の状態なんですけど、で、こう、ついた手に対して先手は1六歩と9六歩、まあ、2パターンありますよね。2つあります。で、もしじゃあ後手が9四歩ついた場合、また2パターンありますよね。どっち受けるか。で、あとこう、オールって付き合ってる、全部付き合ってる場合もあるんで、だからハッシュだけで結構、いろんなパターンがあるんですよ。で、それを全部調べます。この局面で。何が違うかっていうこと。で、それを全部数値化するじゃないですか、AI は。そういうことって昔はできなかったんですよね。この局面において、ハッシュがどう違うかなんてことは、わからなかったんです、AI が入ってくる前は。で、今はそれが全部、じゃあこれは、この形は何点で、付き合いは何点ってことがわかるんで、そういうのを、まあ調べるんですけど、で、この1個ついた状態はさっきより後手はマシだよって言うんですけど、で、じゃあ全部ついた場合、全部ついてあると、今度逆に後手が良くなるんですね。後手よしって AI は言う。で、じゃあそれがなんでその全部ついたら後手がいいのってことになるんですけど、そのなぜっていうのを AI は教えてくれないんですよ、今。現在の将棋 AI は、なぜっていう問いには答えてくれないんですね。評価値だけ出す。これは何点です。で、じゃあこれなんでかってことは自分で考えなきゃいけないんですけども、それが研究ですね、要するに。そのなんでかってことを考えていくっていう。まあ、一往復っていうのは、この一三角が作ってるから、まあ、得ってことはわかると思うんですけども、九四歩一六歩の交換が、これはなぜ五点取って得なのかっていうのは、ちょっと考えないとわかんないんですけども、この後ですね、先手がまあ、三四歩とか二二歩とかいろいろなんか攻めていくんですけど、その後の方に九五角って出る手が結構うるさいんですね。ここに角を出てパーンってこう切ってったり、例えば8三銀を狙ったりするって、こういう手がうるさいんですよね。で、まあでもこういう手がうるさいっていうのはちょっと、この段階でなかなかわかんないので、
やっぱそういう細かいことを調べられるようになったのが、今の現代、いわゆる現代将棋の研究っていうのが、まあだから AI が入ってくる以前ですよね。と、決定的に違う点。まあこれぐらい今は細かくなってるっていうことが言えます。で、先手の9五角がうるさいっていうことがまあわかるんですけども、そうすると後手としては、あ、じゃあ8六歩どっかで入れればいいじゃんっていう、の浮かんだ人は結構強い人なんですが、じゃあこれどこのタイミングで入るのっていうことをまた調べるとか考え始めたりして、あとじゃあ先手はこれに対して歩で取るのか角で取るのか、でそのもらった一歩がですね、こっちにどう影響してくるのかとか、そういうことも当然調べなきゃいけないんで、だからこう一口に研究って言うんですけども、こうやって調べていく中でまたそうやってちょっとやんなきゃいけないことが増えてったりしていくわけですね。で、これっていうのは今まず大枠に矢倉戦っていうのがありまして、その中でまた分類していく中にこれ急戦矢倉っていうんですけど、この急戦矢倉っていう分類があるんで、その大枠の矢倉戦の中で、この今一個変化すっごいガーッと解説しましたけど、これと同じような細かい変化が、まあ、どうだろう、30個ぐらいはあるわけですよね。その、調べておいた方がいい矢倉戦っていうのが、例えば持久戦になる形ですよね。こういう組み合った矢倉とか、後手もこう組む矢倉とかですよね。いろいろ組み上がる矢倉とか。あとまあ、矢倉って言ってもこうお互い欲のままちょっと戦いになっちゃうような矢倉もあるし、矢倉って一口に言ってももういろいろあるんで、だそういうのはまあ、の中の今日一つの変化を紹介 しましたけども、それが矢倉の中でいっぱいあって、でさらに当然戦型って矢倉だけじゃないんで、まあ相掛かりがあったり、角換わりがあったり、横歩取りがあったり、対振り飛車があったりっていう、まあ、そういうパターンがいろいろあるんですね。なので、そういうのをこう、現代のプロ棋士は、こう、まあ、日々研究してるわけです。なので、こう、全部の変化をですね、対局前に網羅するっていうのはちょっと難しいんですよね。この、今、矢倉の一つの中の変化でこれぐらいも、複雑なので。で、まあ、なので結構その研究が漏れちゃって、なんか、ちょっと知らずに負けちゃうみたいなこともまああるんですけども。で、ちょっとまた戻しますけども。で、その今みたいなのを踏まえて、ここでまあ一音振って打つく手が、まああるんじゃないか、みたいなことをちょっと考え始めて、まあ研究し始めて、まあ今、ざーっと解説しましたけど、これ実際、じゃあいろんなのを調べなきゃいけないから、それってまあすごく時間がかかるわけで、まあそういうのを調べて実践で出すっていうようなのを、まあ普段こう、研究としてはやってるってことですね。まあこの手自体がこれから流行るかどうかわかんないですけど、まあ先手としてもいろんな指し方があって、まあ今みたいな端受けたりとか、もう無数にあるんですけど、例えば端後手突いた後こう持久戦になって、じゃあ先手がこう棒銀を狙っていくっていう昔ながらのやり方がどうなるかとか、まあこれはですね、まあ当然有力なんですが、AI に言わせると。対抗、ちゃんとやれば対抗できるっていうことを言うんですよね。まあ、ただそれがじゃあ、具体的にどう対抗するのみたいなことも調べておかなきゃいけないし。なので、今回はですね、この一四歩のちょっと周辺の、なんだろう。矢倉。まあ、これ、ちょっと最近やったテーマだったんで、ちょっと題材として分かりやすかったんで取り上げたんですけども。まあ、こういう感じで、だから、8周、あれですかね。やっぱ8周が点数化できるみたいなところがちょっと一番大きいかもしれないですけど、そういうところの、こう、細かい研究を普段、まあ、プロ棋士はやってるんだよっていうことをですね。ちょっとまたまたま自分の実践だったんで、そういうことをご紹介。まあ、かなり難しい内容になってしまいましたけども。まあ、雰囲気だけでも、はい、感じ取ってもらえればいいかなと思って紹介していきました。以上になります。はい、今回はですね、まあ、矢倉戦をテーマに、こう、現代のプロ棋士がですね、まあ、どういった序盤の研究をしているのかとか、まあ、そういったところをちょっとお伝えしたいなと思って、この講座をですね、やってみました。ちょっと内容的には難しかったと思うんですけども、最後までご覧になってくださった皆様は、なんかこう、ちょっと、あ、プロ棋士ってそういう研究してるんだ、みたいな、そういうことがですね、雰囲気だけでも、感じ取っていただけたかなとは思います。まあ、このチャンネル私のチャンネルじゃないんですけども、よろしければチャンネル登録ですね。チャンネル登録や、あと今回の講座がですね、のちょっと感想などもぜひいただきたいんですけども、難しすぎて面白くなかったとか、そういう、忌憚のないご意見も、非常に参考になりますので、ぜひ、感想など、いただければ幸いです。最後まで
ご覧いただきましてありがとうございました。